うっす。はじめまして、僕、機械の少年 T の、どうぞよろしく。配信はめぐみ氏がするな。だがそんなことは俺にはどうでもいい、もはや。死ぬられた戦士とかしてしまった俺は。そんなことはどうでもいいんだもん。プレイをする。これだ。これだ。さあ、どれにするかな。これだ。これだ。はい、そのファイルでいいですか。始まるよ。これだ。ポッと。調子はどうす、しんすけさん。受け付けねえな、ノリが。じゃあ行くか。あ、もう普通に何かしだすんだ、これ。ほっといたら。で、何してたっけ、俺今。俺ね、ちょっと全ての記憶を失ってしまったんだよね、帰り道で。転んでしまって。なので、一からのスタートになる、俺は。またよろしく頼む。3日経てば記憶は全てなくなっちまう、俺の。ドゥ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 。どうしよう。あ、そうか。あれだね。あ、そうだ。擬人の村に行こう。46号さんが俺に何か教えてくれるかもしれない。教えて、46号。頼りになる、本当に。ラッパ吹ける？もし吹けなかったら、ショップで買って練習だね。彼がラッパの何かの音に気がつけば褒めたら。何を言ってるの、この人。そのうちラッパ吹き始めるかもしれないよ。ありがとう、46号さん。依存してるもん、46号に。さあ、擬人の森に行って、コルの森に行って、肩の体を鍛えよう。そうだ、思い出した。体を鍛えるんだ。ラッパなんて知らん。あんなクソモヒカンの言うことなんて聞く必要はないからな。あんな怪しい奴の言葉絶対に聞くな。ユウさんも。鍛えろ。よーし。もういいだろ。で？よし。スタートボタン、いや違うわ、これか。運動性52、これ別にさ、期限ないわけだろ。スポあなたが早く行かないからスポーツ大会終わってしまったみたいな、そんなことないわけだろ。じゃあもう鍛え放題じゃん。鍛えたもん勝ちじゃん。鍛えろい。完璧にしていくぞ、俺は。すべてを100にしていくわ。それでいいんだろ。ダメだな。こんなことでミスってるようでは、勝てないぞ、到底。スポーツ大会に勝利することはできん。暇だな、おい。目線を変えていくか、俺は。飽きたから。それでいい。もうサッカーでこれ以上成長しないんかね、サッカー能力は。もうサッカー能力完走してる？そんなことで勝てんぞ。どれ、おじゃあち、よし、いいな。スポーツを伸ばせ、何としても。スポーツを伸ばすんだ。ダメだ、そんなことでは。なんだこの作業感は。作業感がすごいな。まあ80以上あればいいんじゃないか、別に100にしなくても。いや、でも100にしないとなんか収まりつかねえな、こうなったら。100にしてくるわ。じゃあでもこうやってる間に何か起きるかもしれないからな。いいや、飛ばさずにやろう。59。いや、でもなんか増えなくなってきてんだこれ。じゃん、こんなことでは。でもさ、あんなトトトとかやってるさ、絶対無理じゃん。やっぱいいや、やっぱ森で行こう。どうせ一度しかない人生なんだから、乾燥させてくるわ。乾燥するわ。編集するかどうか迷ってる今。編集者しんすけとしての人格が目覚めてた。編集しねえ俺は。ついてねえ。じゃあなんでここダメなんだよ。運動能力ついてきたって言うんだったら、なんでここダメなの。
なんでこう渡れねえんだよ、いつも渡ってるの。お、見たよ。したため上ジャンプをしたぞ。なんでだよ今ので。62、知性がどんどん下がっていってる。加藤の知性が、加藤の知性が、まあいらんか。もう加藤は運動性だけを上げよう。知性はいらん、加藤に。どんどん退化していく、どんどん。なんか飽きてきたな、まあ、とっくの昔に飽きてるけど、こんなの。花から飽きてるけど、こんなの。だってなんか渡れるようになんねんだよ、これ。なんで？てか疲れてんな、もう。休ませるか。お？ダメか。これなんで一個にできるようになんないの？なんであなた一個にできるようになんないの？まあいいや、帰ろう。ジェペットじいさんって誰なんだよ、一体。知らん、もうそっち行くな、勝手に。知らんやつの家に。おい、帰れ。100なら全然安いもんだろ。基本、2000円とか3000円ぐらいするのに、一番安いもんでも。100だったら全然いいよ。それだったらいいよ、別に。いいよ、別に。すんな。よし、今日も鍛えるぞ、加藤。受け付けねえな。行くぞ。やめたくなってきた、これも。あ、でも68までいった。前、いくつだったっけ ?52 とかだったはず、確か。まあ、1回で68まで上がったから、次は80台まで上げようか。絶対にやるぞ、俺はもう、ここまでいったら。でも68まで来たらもうさ、もうすぐでしょ。まだこれ69、あれ上がってねえ。68まで来たらもうすぐでしょ、これ。絶対。もうすぐ見てくる、ちょくちょく能力を。ブックマークを、あれ運動性全然上がっていってね。なんでバランス上がった。でもバランスとかって何なのこれ。細かく分かれてるけど、バランスの数値なんてないよね。だってバランスって何なんだよ、一体。でも一向になんか渡れるようになんねえしな。おお、ジャンプ力はすげえな、お前。なんでそんなにジャンプ力あるのに一向に渡れるようにならないんだよ、お前は。おかしいだろ。いい加減おかしいだろ。2、3回やってダメだったらまだいいけど。こんな10回ぐらいやってて。一向に乗れないのはおかしいだろ、それはいくらなんでも。ほら。69にしかなってね、なんでだ。全然伸びねえ、加藤が。つけれ、加藤。落ちてきた。おなれちゃう。え、なんで？なんでそんな？サッカーでそんな、サッカーをそんな鍛えるのか？ひょっとして今まで足か？足が今までネックになってたってこと？ボトルネックになってたってこと？足が。あ、全然上がってない。なんでだよ。わかんねえ。人間の体ってわかんねえ。何でこう、いつ伸びるのか全然わかんねえよ。いつ伸びるんだよ。わかんねえよ。まあ、なんかやかや。一本橋は聞いてたのかもしれない、サッカーじゃなくて。一本橋で鍛えまくっていたことで、それがサッカーで爆発した。その仮説でいこう。一本橋や。一本橋で足腰を鍛えるんや。そしてからのサッカー。目覚めろ。覚醒する、これで。おお、覚醒した、今。マジで覚醒したぞ。そうか、まずは一本橋。
この一本橋を渡ることによって加藤の潜在地が今増える。潜在地増えてるから今潜在地上昇。さあ一本橋だ、一本橋を渡れ。おお、ちょっと何、渡り切ったらというの一本橋を。74。さあ次はサッカーボールだ。74増えてねえけど、これで潜在能力が目覚める。おお、潜在能力がついに目覚め始めた。これ分かったぞ。一本橋で潜在能力を高め、サッカーボールで爆発させる。これは新スケールトレーニング。まずは潜在地下上げるんだ。ていうかこれも渡れるようになったから次ロープでいいんじゃない。もう次はロープだ、ロープだ。これもいけるだろ、余裕だろ。これね、ああダメだっつってのはどうなの。あ、でもすげえ疲れてんな。よし、もうワンセットいこう。俺はスパルタだぞ。私はスパルタだ。トゥルルーン、トゥルトゥトゥル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 。いいよ、ここでケチってたらやばいだろ俺。死ねえ、謎のセーブしないやつ。さあ77ぞ。運動性、運動性77だぞ。 DC 兵の攻撃なら余裕で避けるぞ。いや77ときついか。でも70どのスパロボかによるわ。それ異次元の話をしてしまった。異世界どころではない、異空間。加藤の体を鍛えてあげたい。やるぞ。だって77まで来たんだったらさ、80まで上げたいでしょ。そういうもんだよ人は。人はそうなんだよ。77まで来たら80まで上げたくなるんだよ。人ってそうなのよ。まだだ。うわー、これなんか、ああダメだが気になるんだ。もっともうワンランクあるんじゃない、もっと上の世界が。上の世界を見ようぜ。ああだって、ああダメだっつってんだよ。それがなんか完成形なわけねえじゃん。どうも、ああダメだなんて言わない。完成形は完成されたスポーツアスリートはそんなこと言わない。次元見ろ、何も変わってないからダメだ。一本橋ならダメだ、一本橋ならダメなんだ。何も変わらないんだ。それじゃ一本橋こそが人を変える、人を変える力は一本橋にある。人を変えるコツとは、人は一本橋で変わっていく。だってバランス感覚とさ、バランス感覚ってもうなんか全ての運動の基礎みたいなもんじゃん。やば、そうでしょ。バランス感覚こそが全ての人間の基礎になる。体幹、インナーマッスルを鍛える、機械のインナーマッスルを鍛える。さあそして蹴れ、潜在意識がこれで目覚める。これを皮切りに、おお目覚めた。いやもう80まででいいよ、もうほとんど上がらなくなっちゃってる。ほとんど上がらなくなりもしている。潜在地を上げろ。よし、これでいい。もういいだろ、これで。これで次ロープだ。ラストロープ。ラストロープを締めろ。締めのロープ。しかしなんでこんなところに長くかかってるんだろう。これ今はまっすぐになってるけど、ちょっと前まで輪っかが作られてたんじゃないのかな。そしてよく見ると、このなんか土に埋めた跡がなんかある。怪しすぎるな、これ。運動能力がついてきたぞ。さあそして最後に見ろ、優勝間違いねえ。心技体ともに全て鍛えられたぞ。これでスポーツ大会に出るぞ。ペッポッ、加藤よ、もうわしから何も言うことはない。卒業じゃ。まだお前のその力を全て大会にぶつけてくるんだ。あ、まあいいか。
さあ行くぞ加藤、お前のその力すべて大会へとぶつけるんだ。体が軽々、まだコルロも、これコルロコ、コルロタウン、違うな。さあどこ、あとこれか、コルロ競技場。ついに来たのでこの時が。ここから加藤の実力を試してみましょう。っていうかこれ大会にも出てんの、これ実力を試すっていうか本番でしょこれ。フットレース始めます。出場者を締め切ります。え、始めます。締め切るの早くね、一人しかいねえよもう。頭悪そうだな、これ多分知性がねえからな。よく見たら人間の少年じゃないか、珍しいな。大会を開いてはいいが偉人のやつらが勝ちまくるから、バカバカしくて人間は誰も出場しないんだよ。おかしいよこの世界、この世界何かおかしいよ。なんとか頑張って偉人に人間様の実力を見せつけてくれないか、俺もやってられなくてな。おかしいよこの世界、みんなおかしくなってれば人間まで。4人出してもらい1着になればいいんだが、相手は全て偉人、かなりのパワーがないと勝てないぞ。1着になれば賞金のトロイが出るぞ。流しておけ。何のために生まれ来たれたと。おお、46号さんじゃないかこれは。胸を借りるつもりでお願いします。おお、フルボイス。てかさ、これさ、スーハミのくせ声の質相当いいよね。お前らが勝てるわけないだろ、こっちに。運動性80だぞ。しかもお前ら左手が良くない。やったー、勝ったぞー。 12.3 秒。おお、やったな、おめでとう。賞金5000コロとトロフィーだ。5000かよ、この世界物価高いから5000じゃやっていけねえぞ。トロフィーはちゃんと家に送っといてやるかな。やった、これでまた一つ偽人を味方させたぞー。ついていけねえやもう、この世界のやつらには。おめでとう加藤、トロフィーが届いてたから2階の本棚に飾っといたわ。皆さん総合優勝のスポーツキング頑張ろうね。あ、そんなんあんだ総合優勝なんて。まだ、じゃあまだ終わってねえんだ、まだあんのかい。一日に全部の大会やるわけじゃねえんだな。まあでも体力はね減ったからちょうどいいか。区切ってくんねえとな、ちょっとコンディションが、コンディションの方がまだ完成してないんで。いいや、別にそんな事細かに記録しなくても。加藤よ、俺たちはスポーツキングになるんだ。スポーツの心が目覚めぞ、これで目覚めさせに行こう。そして5勝に行く、5勝に行って、まずは M と M を仲間にする。カジノで、さあ行くぞ。コルロ競技場、コルロ遠投始めます。出場者を締め切ります。するよ。遠投の説明する。ルールは簡単、ボールをとにかく遠くに投げること。偉人3名が記録を出しているが、新記録出すのは賞金の取るよ。え、腕足しかやってないよ。まあ、でもローブもちょっとやったし、いけるかな。頼むぞ。うりゃー、すげえ。これはすごいんじゃないか、これはとして。これはすごい記録が出たんじゃないか。おお、加藤がギリで1位だ。やったー。おお、こいつらしかいないが基本。19と24と29。ほとんど体力消費してねえや、もうこれいけるだろ。これでも大続き陣を見返したぞー。トゥトゥトゥ、もう多分ね、偽人の人間の脳波コントロールがだいぶ侵食してるのかな。おかしくなってるの、だいぶ。本当におかしいってこういうことだからね。なんか本当におかしいって、おかしいって分かんないから、どうか。おかしいかどうかも分かんないことが本当におかしいってことだから、この徐々に危ない感じ、これも相当進んでる。
新色が。もうガメチだけかもしれない、この世界で。この世界でまともなやつもおそらくガメチだけだぞ。あいつだけ。おい、あれいけない。ん？なんで？あ、いけた。もう残されたら希望はガメチの。ホールインワンってなんだ。また手使うやつじゃないだろうな、ゴルフで。まあいけるやろ、なんとなく。ルールは簡単、ゴルフクラブでボールをホールに入れればいいだけ。なんでそんな急に技術を求めるルールに。もうそんなん、なんかもう、もう総合的なスポーツで頼むよそれ。やってねえもんだって。強制送還された。ゴルフはゴルフでやれよ、そんなよ。もっと総合の走る投げるだったんだから、次はさ、もっとなんかさ飛ぶでいいじゃん、ジャンプ。そういうので頼むぞ、ゴルフなんて。ゴルフが上手いやつが勝つじゃん、そんなの。もっと総合スポーツで頼むよ。そうてか賞金で買うんかいこれ。ダメ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 、高すぎるわお前、賞金の6倍じゃないか。なんで買ったの今。なんということだ、高い買い物してしまった。まだゴルフクラブで買って買えるだろ。お前ゴルフクラブないぞ。ゴルフクラブどこだよ。あれゴルフクラブなくね、これ。あれなくね、ゴルフクラブ。あ、これゴルフクラブ。あ、よかった、足りたんだぞ。ホールインワン大会にでも出られるんですか。バランスの歌だよ。おお、バランスの歌だよ。バランスボールあるぞ。いいよ、バランスボールならあるぜ、うちに。くそ、またどうぞ。ポンプマーク。くそ、今日はしゃぶしゃぶだなこいつ。3万も入りやがって、酒の。くそ、今日音量だでかいかもしれない。俺のバランスボール、音量バランスボールついてねえ。許せねえ。まあいいや、バランスボール。これに展開するか。さあ、バランスボールだもん、玉乗りボール。これや。こうか。シュッ。さあ、加藤。蹴るなよ、それ。乗るんだぞ。それでいい。わかってるじゃないか。おお、さすがだな、お前。さすがすぎるぞ、お前。てか、こうね、バランスするなんて一本、一本のあれでいいでしょ、もう。長いな、お前。すごいバランスだぞこれ。すごい。でももう、もう83になった。もう100になるぞこれ。てかこれだったらさ、一本橋でよかったでしょ、あれで。あそこで伸びるのとどう違うんだよ。自然にあるものでできるじゃん、あんなの。もう自然が先生でいいんだよ、もう。自然が先生だよ、もう。これでいくら今。83も変わってねえし。ゴルフクラブだ、行くぞ。いや、もういいよ。ゴルフクラブだ、行け。ほら、あれ、あ、さあ、いよいよ18番ホールです。お、なんだてか、お前、ゴルフのルール、お前知らなかっただろ。なんで急に18番ホールとか言い出すの。ねえ、ね、なんでゴルフルール知らなかったやつが18番ホールとか勝手に言い出すの。問い詰めていい、これ作った人。本当になんかね、デートして、初めてのデートで相方に幻滅しだす時みたいな感じ。こうなんかちょっとずつ不満が、小さな不満が溜まっていくこの感じ。ちょっとずつやらかすよね、なんか。さあ、まずは使い方覚えろ。ていうか、弾がないからできるのかな、これ。よし、それでいい。それでいいんだ。クラブの先を見るんじゃないぞ。ボールだけを見るんだ。ボールだけを見るんだぞ。まずは体が流れないように。よし、それでいいんだ。
いいぞ、やっぱ筋いいなこいつ。スイング音も89まで、89にまで。でもこれさ、なんか違うスポーツやったらさ、ちょっとなんか違うスポーツをやることで今まで伸びなかったやつも伸びるようになるな。多分総合値なんだろうな。総合値、あ、いやもう、もうお前運動の鬼だよ加藤よ、お前運動の鬼だ。さあ行くぞ、これらスポーツ再開してくるんだ。さあ行くぞ加藤、コルーロスポーツ大会を制する時が来たのだ。ついにコルーロを制するぞ。あ、走ったら結構やるんだ。さあ行くぞ。てかもういいだろ、もう3つ目で終わりだ。さすがに、なんで締めがゴルフなんだよ。野球とかでいいだろ。いやこれ別に負けてもいいんだな、負けても済むんだな。負けたまま、負けてももう一回できるんだな。もう分かっとるわい、全ては。さあ行け。おお、んー、なんか、え、いや、いいでしょ、あそこまでつけたんだ。あそこまでつけたんだったらいいでしょ。ホールワンなんて、ホールインワンなんてその競技になるわけないじゃん。え、じゃあまだなの？まだダメなのあれじゃん。あんな何回かやればいいじゃん。でも何回かやってもダメなんだろうな、おそらく。何か足りてねえから あそこで止まるんだろうな。なんだよ、それ。おかしいよ、ほんとに。すべてがちょっとずつおかしいよ、もう。おい、お前まだちょっと分かってねえじゃねえかよ。ちょっと分かってねえじゃねえか、まだ。なんで退化してんだよ脳が。そうだ、それでいい。まだなんか足りねえのこれ。今のでいいって。あ、でも分かったぞって言ってないかも。分かったぞって言ってないから、分かったぞって言うまでか。ダメだ。分かったぞ。あ、いいの今まで。でもいい、こうじゃない。いいだろ別に、あそこまで届いたんだから。あとはちょっと奥に行くだけだろ。っていうか大会でなんで俺今しなきゃいけねえんだよ。おかしいだろ、もうちょっとずつおかしいんだよ、おかしくなってんだよ。多分人間をちょっとずつおかしくするコントロールがね、もう進んでるんだよどっかで、ね、多分このタワーで進んでる。このタワーがコントロール装置だから。で一気に人間に反乱を企てたら、人間が反乱してくるから、ちょっとずつ人間をおかしくしてんだよ。それが疑心のやり方だ。PK さん、あれ？ゴルフクラブは？ゴルフクラブはどこ行ったの？ひょっとしてもうダメ？ 2 回失敗したから。いいよじゃん。PK さんの説明する。ルーは簡単。指示ルーマが守っているゴールをゴールにサッカーボールを蹴り込んでくれ。チャンス5回、3回やればゴールクラブ。知ってますか？指示マーク。おお。近いな、俺。ペナルティーエリアなんか。これで勝ちでいいんかよ。俺今までやらしがいだろ、難易度。いけ。さあ、いけ、至近距離からの、タイガーショー。全然余裕じゃないか、これ。指示ルーム変貌だ、こいつ。いけ。遅いも反応も。キャッチ力が低すぎるよ。キャッチ力8ぐらいしかないぞこいつ。シジルーマ弱すぎる。何？ニートさん以外いない。ベガとサガットがいない。よし、あれこれとして俺の疑心で、疑心はもういない。俺しか出てないもん。
これとしてサッカー取り逃したかな。サッカー取り逃したよ俺。トロイがトロイだから本当に飾っといた。総合優勝、総合優勝って言うけど俺もうあれだぞ、ゴルフ取れないぞ。ゴルフ終わったろもう。でもやることやっても俺十分にやったでしょ。バランスボールまで買ってさ3万もしたんやつ。バランスボール高い買い物だったぜ。ドゥルドゥンドゥルドゥンドゥ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 。続けるよ。てかまだ長くないこれ。スポーツ戦どう考えても長いよね。もうスポーツ戦はいいよ。もうスポーツ戦終了してよ。もうスポーツ戦の次なんだろうな。多分音楽編があるだろうな。楽器は出てたから、あと攻撃武器とそこら辺はありそうだな。この教員が勝ったらついにスポーツキングだ。偉人たちを生かすために人間を代表して頑張ってくれ。僕実は別にいいでしょ言っても。偉人も出てるんだから隠す必要ねえ。やっぱホールインワンやらなきゃいけないんだ。ちょっとしこりがあったんだよホールインワンやってないって。まあくだらねえゲームだけどやってやるよ。こんなくだらねえお前らのルールに乗ってやってやるわ。いけ、やった。どういうことだよ。こっちの観客7人しかいねえじゃねえか。8人カップルが2組。やったついに念願のスポーツキングだ。もう関係がいなくなってしまった。おかしいよこの世界も。見てくれこれ、この光景を。このスクリーンショットに撮ってエニックスに送ってくれ。おかしいぞこの光景。あまりにも全てがおかしくなっちゃってるもん。ついに全ての競技を制覇した加藤はスポーツキングとして表彰されることになったの。もちろんそれはそれでとても嬉しいんだけど。なんだちょっと気になることもあるわ。それは偽人たちのプライドを傷つけ、そんなスポーツなんだからいいじゃないか。別に競技の一人に加藤が偽人なの最後まで黙ってたことなの。なんで黙ってたんだよ。別にいいじゃん言っても。お前偽人出てるんだから。あと2位と3位どこ行ったんだよ。19と24と29どこ行ったんだよ。これで強いの競技を制圧した人間の、まあ伏線だろうな。人間の加藤君の栄誉をたたえて、コルロ城の最初であられる人間のメッサラ様が直々に加藤君へスポーツキングの称号を授けられた。おあれでくるんだ。おお人間万歳。おおこの絵はメッサラ様。えらい離れてるな、この衛兵とメッサラ様の位置が。おお、この方ずいぶん足が長いのね。メッサラ様、ティンカー好みの妙妙のもの。メッサラ様、人間でありながら偽人の記録を抜かれたこの少年を、これこそ奇跡。人間が偽人より優れていたことを示すために。おお、パワーワードを使うなお前。そんな攻撃的なワード。神が起こされた大いなる奇跡なのだ。ここに偉大なる国王陛下になり代わり、彼にスポーツキングの、国王じゃねえんだ最初って、称号を授け、これを称え。やったぞ俺と加藤君。やった、スポーツキングになったんだついに俺は。足長えなメッサラ。身の者、偉人よりも人間の方が優れていることを証明した少年にもう一度祝福の拍手を。これさ戦争起きるんじゃない多分最後らへん。そんな風に、だって剣があるじゃん。だって剣の武器とかさ、これ戦争起きるんじゃないけど実際最後らへんに。そうじゃないとおかしいもん。なんか伏線かもしれないこれ。
だとしたら結構熱いな。最後になんか人間と戦争になってさ、なんかそれを止めたら、なんかそういう雰囲気あるよな、ちょっとずつ。よく頑張ったね、トロフィーが取れてたから2階の女に数えておいたからね。ところでみんな最後ね、加藤のこと人間と思ったみたいだけど、まずかったかな。まあいいんじゃない、別にどっちでもいいだろうな。どっちでもいいよそんなの。でもちょっと先の展開に興味が出てきた。なんか読めない全然、なんかストーリー、ストーリーが全然読めない。最後マジで戦争起きるかもしれない。そして謎の男ガメチーの存在。俺はガメチーに今目をつけてるからな。あの男はやばいぜ。ドゥルドゥ。